ヒゲじいさんです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回も引き続き小浜温泉の海岸沿いをお届けします。こちらが小浜温泉から見た橘湾になります。天気は非常にいいんですが、なんかちょっとガスってるような感じです。今正面に見える足湯に行ってみたいと思います。こちらが小浜温泉、ようこそ日本一の足湯ホットフット105、105m あるそうです。105m 足湯です。そして正面に橘湾が広がってます。こちらに残り30メートルぐらいあります。こちらが、茜の湯貸切分になります。50分料金は2000円ですが、このような場所みたいです。これは夕日が、橘湾ですか、沈む夕日が見れて夕焼けがの時間がいいのかなと思います。海上露天風呂南の湯あかねさんでした。お子様の声が聞こえてます。ここには体験型飲食店海鮮市場牛釜屋というのがあります。昼が11時から15時、夜が17時から21時になってます。本日は夜の休業になってます。これをそれぞれ取って食べるみたいです。さっき食べたところですが、牛豚セットを食べてみますかね。このようなセルは1個330円。今回はエビがオーストラリア産天然クルマエビ385円です。はい、これ何分？5分なりましたら、ね、なりましたら、ね、はい、ありがとうございます。最初ここは谷がこのように、牛釜屋さんです。食材選んでレジで生産、牛釜スタッフが食材を蒸します。タイマーもらいます。時間になりましたらあと1分50秒ぐらいです。店内はちょっと昼の時間なので結構混んでます。今日は食べ過ぎです。3食目です。はい、なったらもいきます。はい、はい、まだですね。はい、どうぞ。約5分ぐらい待つと仕上がります。今回豚のせいろ蒸しです。
何か野菜の旨味があって野菜が美味しいです。とにかく野菜が甘くて本当に美味しいです。もうお腹がいっぱいなのに今日もよく食べてます。野菜がそこまでぎっしり入っていて野菜不足の私にはとってもありがたいです。